どうも、花宮ネクです。リー、ファナスタシスをやっていくぞ。前回に引き続き、死刑執行人エリアを探索、公開処刑所ですってよ。物騒ですわね。死刑囚が多すぎるってワード、自分が住んでる国で相当聞きたくないワードだな。お、貴族様は処刑で大盛り上がりか。こんな山奥まで処刑を見に来たの？処刑観覧に対してバイタリティがありすぎる。娯楽としての処刑な、現代人としてはドン引きしちゃうけど、当時生きてたらテンション爆上がりだったんだろうなと不思議な気分。おっと、またパスワードかい。今度の手がかりはどこだ？お、ミルトン川に繋がってたのか。血まみれの洗濯物がはためいてるわ。洗う人も大変だ。なんか浸ってる人がいる。下流のスラム村は川が血で汚ねえって愚痴ってましたよ。この辺、高所に思念とか宝箱とかいろいろあるな。左からどうにか登ってくるのかな。建物の屋上を踏み越えてきたぞ。あ、普通に教えてくれるんだ。223にね、もっと複雑にしてくださいって怒られそうなパスワード。パスワード入力。これで上に行けないんかい。まあコードは取れたからこのまま右上に行けるか。何？さらに先に進める？橋だの扉だのあるけど。ああ、こいつは防衛協会のやつらか。処刑人を下に見てるけど、同じだよ、同じ。同じ公務員だよ。ああ、こっちからも防衛協会に行けるんだな。確かに地理的にはどっちもミルトンの北だしな。まあ、これ以上深入りしたらややこしくなるので帰りましょう。ああ、こっちは医療協会か。医療協会についてはほとんど情報がないんよな。死体が必要だから三兄弟に連絡だって。死体の横流ししてるやん。それはみんな合意してる取引なんすか？処刑人の村シレンス、ここでアイーシャさんが育ったんすね。聖地巡礼だ。一族の合意を得よっていう謎のアーティファクト。飲酒村っぽい。まあ戻って正規ルートから来ますわ。お、セスターさんじゃん。アズランさんをもう少しで殺せそうだったと噂の。アレフレッドやソムニウムと一緒に脱走したと思ってたけど、最後は死刑執行人だったのか。どういう来歴？何もないと言われましても、こちらも依頼を受けてきておりますので、確認だけでもさせてもらわないと。え、どこからともなく処刑人が現れた。しかもセスターさんに駐車して連続行動モードに。なんだそのコンビネーション駐車コンボは。てか、もう HP32 しかないじゃん、セスターさん。あ、ダリアちゃんの反射ダメージ 25% で倒せちゃった。無情。セスターは死の間際に処刑人に注射器を刺した。何やってんの？注射コンボに命をかけすぎだろ。まあ何事もなく勝利。注射バフを信じすぎたのが敗因よ。お、処刑人の翡翠、これが鍵なのか。え、この翡翠を全世帯分集めてこいってこと？合計16個もあるらしいんすけど、だるすぎ。全カットです。
愛医者さんが評価されてる。処刑をするために生まれてきたとか言われてますがな、割と悪口。お、村外れの家。出た。特定の仲間を連れてこいパターンのやつ、絶対に愛医者さんじゃんね。お、仮装者の鍵。皆さんは覚えているでしょうか。パート10ぐらいで異種の異端者たちの集落で開かなかったドアがあったことを。あそこがついに開くのか。プレイ時間で言うと50時間ぶりぐらいなんだが、私のメモ帳の1行目でずっと腐り続けていたよ。とりあえず愛医者さんを連れてきました。みんなパスワードを覚えてて偉い。ほう、死体をまとめて焼却アーティファクト完成してたんだ。あとは取りに行くだけだったのね。うむ、そのうち取りに行こうっと。お、愛医者のかんざし。親友のレナさんからもらったやつとな。ほう、翡翠をわざわざ集めなくても死体置き場に行けるルートが。ちょっと見に行きますか。見つけた。レナさん、偶然見つけちゃったのかな、このルート。なんと不幸な。愛医者のかんざしの性能は魔力 18% アップ。エメルダさんのリボンを悠々と超えとる。強すぎ。バルロックさんにつけたら魔力が760から840まで上がるぞ。女性もののアクセサリーをつけまくる可愛いネズミさんになっていく。お、セスターさんの日記。アズランさん殺人未遂について詳しく。死体置き場からモリモリ魔物が湧いてるの？全然管理しきれてないじゃん。そんなありさまでよくアイシャーンに反対して現状維持してるな、この村のやつら。え、セスターさんって元騎士なのか。騎士、アズランさん殺しかけ、死刑執行人。すげえ人生だな。やっと最後の翡翠がある家に来れたぞ。疲れた。街に行くと世間連れを感じてテンション下がるわって言ってるけど、愛医者さんとレナさんはウキウキで街に行った挙句、かんざしをプレゼントしたりしてるんだよな。メンタル強靭すぎん。愛医者さん、処刑する時に何も感情が動いていないとか言われるぐらい鋼メンタルなのに、死者の尊厳とか考えるんだな。不思議な感じ。鋼メンタルだからこそか。16個の翡翠を像に集小エキサイティン。おお、ここは愛医者さんの精神世界。なるほどね。よっぽど記憶に焼き付いたんだな。精神世界がただの穴掘り作業場な爆掘り君を思い出して、草骨の髄まで穴掘りマンなんだなあいつは。ってなところで今回はこの辺で。よければフォローやチャンネル登録よろしく。